覚悟をどれだけ持てるかであって、ピストル突きつけられてこの値段になったら損切りしないとされるってなったら全員損切りできるわけじゃないですか。だから損切りできないんですけどどうしたらいいですかみたいな質問ってたくさん来るんですけど、それはもうその人の意思の弱さでしかないわけですよ。ってなったらできるでしょっていう話じゃないですか。もうやるかやらないかしかないんで、中途半端にやる人は当然負けるけど、それぐらいの思いを持ってそれだけ生活がかかってるわけですから、本当に息がかかってるぐらいの気持ちで取り組めばやっぱ成長も早いし、できない損切りもできるようになるわけですよね。みんなやっぱり楽して儲けたいから入ってるから、そこまで考えてないし、そこまでやる人がいないから、逆に言うとやったら勝てるし、やらないから勝てない。今回のコラボ相手は投資家のテスタさんです。投資に対する心得などについて話しています。投資で勝てる人と負ける人の違いは何なのでしょうか。それでは早速見ていきましょう。貧乏人がやるべき第一歩は、まずこういうスパチャで500円とか払わないことだと思います。どうなんですか、一応そのテスタさんも最初300万じゃないですか。はいはいはい。だからその本当に貧乏な人はやっぱりその株じゃねえだろうって気はするんですけど。貧乏の度合いによると思いますけど、でもなんか仕事めっちゃ考えてめっちゃ働けば、多分100万とかはみんなその人生で貯めれると思うんですよね、頑張ったら。でその100万で僕はあったら株をやって、で50万円になったら1回やめようと。で1回50万円にもし下がっちゃったらやめるけど、また50万貯めて必ず帰ってくる。そしてその50万を貯めてる間も株の勉強をして、でもうパワーアップして帰ってくるぞと。でやっぱり普通に50万円貯めるより、もうその株とか、まあ将来すごいことにするんだっていう気持ちを持って働いたりした方が、その貯めるモチベーションにもなると思うんですよね。なのでそれで貯めて戻ってきてまたやって、もう本当にどうしても向いてないんだったらいつかやめるべきだと思うけど、でもそれぐらい僕はその大人になって、その特に特殊能力があるわけでもない人がお金をたくさん増やすのには、僕はもう本当投資ぐらいしかないと思ってるので、なのでそれを完全に避けてとか、たくさん貯金、今まで貯金したやつを全部突っ込んでとかやるのはめちゃくちゃ危ないしもったいないと思うから、だから本当そういう100万から始めて、でもなくなったらまた頑張って貯めてを繰り返してみたいな方がなんかいい気がしますけどね。僕そのデイトレード的なやつとか、まあその株は向いてねえなっていうのが、まあ長期アホルダーなんで、だからそこのなんか向いてないなっていうのってやっぱどっかで気づいた方が得なのかなとは思うんですけど、はい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 、はい、どういうタイプが向いてないと思います。いくらやってもその熱くなってみたいなのをやめられない人とか、やっぱりこの感情を、まあ、最初は仕方がないと思うんですよ。もう負けたから取り返したくてロットを倍にしちゃったとか、やっぱりだん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 改善させていかないと勝ちにはつながらないんで、でもそれがまあやっぱりそれは早くできる人とできない人、あとやっぱ覚悟をどれだけ持てるかであって、そのピストル突きつけられてこの値段になったら損切りしないとされるってなったら全員損切りできるわけじゃないですか。だから損切りできないんですけどどうしたらいいですかみたいな質問ってたくさん来るんですけど、それはもうその人の意思の弱さでしかないわけですよ、ね、ってなったらできるでしょっていう話じゃないですか。そうですね。だからもうやるかやらないかしかないんで、中途半端にやる人は当然負けるけど、それぐらいの思いを持ってもうそれだけ生活がかかってるわけですから、本当に息がかかってるぐらいの気持ちで取り組めばやっぱ成長も早いし、できない損切りもできるようになるわけですよね。だからでもやっぱみんなやっぱり楽して儲けたいから入ってるから、そこまで考えてないし、そこまでやる人がいないから、逆に言うとやったら勝てるし、やらないから勝てないっていう単純な話になる。コメントで笑顔で厳しいことを言うテスタさん、感情とコントロールが完全にできる人ってやっぱ修行の成果だと思うけど、テスタさんもやっぱ少ないですよね。いかがでしたか、テスタさんの株に対する情熱はすごいですね。皆さんはどう思いましたか。よろしければコメント欄で感想をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。